遅くまでご苦労様です。毎日のお仕事お疲れですよね。メーテレアナも頑張っていますよ。メロ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 メーテレ、メーテレアナウンサー堂野博久です。4月といえば私ワクワクしております。ずっとワクワクしてるけど、スポーツが盛り上がる時期だからです。プロ野球ついに開幕しましたね。そして一足先にサッカーも開幕をしています。やはりこのプロ野球サッカー開幕すると、我々スポーツ担当アナウンサー毎日の過ごし方が変わってくるんです。忙しいですよね。さらにバスケットボール B リーグもシーズン佳境に入っています。ここからスポーツ目が離せません。4月といえば、いや4月、5月、6月と私ずっとワクワクしております。ああ、目が離せないだけあってね、すごい目力でしたね。今この番組をご覧の皆さんの中にも地元スポーツを応援している方いらっしゃるはずです。一緒に応援していきましょう。今日も地元にメロメロ。